体調は。おはようございます。体調はいいの？昨夜10時にお風呂に入りまして、まあ睡眠は足りてますよ。なるほど。おはようございます。おはようございます。南アルプスみたいなことですか？もう着いた着いた。よいしょ。オープニング撮っちゃう？何番？25。サンキュー D ステーションって三八になりました。三八。十円引き。38スペシャルやろ。三八トリオです。ロッテリア。おはようございま す。今回は、万発ヤングのやつです。大崎さん3回目になりますよ。思い出作りってタイトルになるんじゃない？じゃ俺はそれがいいなって思ってるんですけど、なんでそういうさ、なんかあの良くない感じの発射の仕方なんか分からんけど、なんでしょう。いや、まあ分からない。もう我々もね、もう残すはどうやって終わっていくかしかないんで、はっきり言いますよ、我々の人生残るのが少ないですから。少ない。その貴重な時間を使って今日はパチンコでもやっちゃおうかなみたいな、そんなこんなで、まあ今日2人でやるやつね、ヤングチャンネルでは3回目です。3回目。まあ1回目はやっぱマルハン大山店で僕はブチ切れみたいな、ワインが悪いみたいになってるの。俺は世論的にね、なんかおかしい、プロパガンダって言うんだこういうの。なしなし。何でもいいんですけど、大崎さん2回目がお財布交換やりまして、これで D ステさんでやったんです、高崎のね。ほんと俺が頑張って大崎さん儲けさせたんですよ。あそっからね、最後俺が運気が変わる。いや、そうでしょ。そうなんですよ。あれがね、年末だったんですけど、大崎さんそれから割と絶好調になっておられて、なるほどなるほど。僕の方がね、25番。おすごい。Y38番でいいですね。はい、そんな感じで、まあ良くもなく悪くもなくですか、もうどうでもええやろみたいなところ。そんなことはないだろお前。そうですか。違うのよ。お伝えすべきことがいろいろあって、やっぱちょっと今日は寝台系は遠慮してくれみたいな感じにもなってるじゃないですか。まあ、お客様優先ですからね。だからね、大崎さんね、今ね、トワルがね、ウルトラ絶好調。パチンコのね、インデックス2、これ打たしたらね、触れば金になってますもんね。なってます。黄金を生み出すマシーンとかして。マジで日本中潰して歩いていこうかな。僕がね、大崎さんにね、言ってやったんですよ。出た台打った方がええぞ。その通り。なるほど。特撃所作った方がいい。そうそうそう。ね、今日はね、まあ、とあるはお客様、寝台優先の方がいるから。ワイは D0 です。お、同じスペックで。辛くていかないですか？辛くていスロットですか？ちょっとかむ。まあな、去年ひどい目にあったの、大体スロットだったみたいなのあるじゃないですか。うちでも泣いてくださいよ。そう。本当やぞ、お前な。お前、魚拓の番組出て、とあるで最後の2ピース外して泣くんだったら、うちでも泣いてもらっていいですか？もう無理だって言ってるな。やめてもらっていいでしょうか。楽映像ちょうだい。俺君が打ってやればいいじゃないですか。俺は泣かへんもん、さすがに人生が。あ、やばい、最初今の良くない。待って、すいません。もう一回ぶち切れたな。すいません、今日3回目にしてもう一回ぶち切れたな。触れ触れないけど、はい、まあいろいろありつつも、はい、まあ打てる台で楽しく打てようかなと思って。何打つ？空振り打ちなよ。だから空振りもう行かざるを得ないじゃん。打とうよ。空振りでもいいんじゃないですか。俺はやっぱ空振りの方がやりたいね。そうですか。まあもう間もなく最低で。あ、そうですよね。そうですね。まあだから今のところそういう感じでやっていこうかなと、はい、今日は激しいよ。今日ノリじゃないですから、うん、今日ノリでない。お財布も交換しません、はい、ね。ただ普通の平常の回です。なるほど。そんな感じで、まあ、出しましょう。出そう、出そう。今日は群馬県高崎市からお届けします。はい、そろそろ鳴る時間なんで行ってまいりま す。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。広いな。すごいね。奥角じゃないですかね。角じゃなくて奥だから、ね、いいのね。奥だから、まあ、じゃあ自分で選んだからね。うん、オッケー。もう文句だから言わないですよ。パナイやつにしました。オッケー。あの、うん、違うんですよ。今日ね、1月19でしょ。はいはい。2024年まだ未勝利ですから。あー、そうか。20何万やられとるんやろ。よし、お願いします。よし、お願いします。あ、なるほど。なるほどね。いずれやっちゃおうかな。超打ちたい。角番とか超打ちたい。はあ。
すごい打ちたい。最近は、はい、あれっす、77% の3000個リゾルスペックが得意技になってまいりましたんで、今日も激しく鳴らして激しく勝利をご期待ください。なんか朝からみんなスラッと行きやがってよ、まあこっちパチンコの方が早いんだよ。よくさ、YouTube のコメントにさ、はいはい、ヤングさんの打つの遅いよねって書いてあるんだけど、俺なんかはさ、あんまりそのスロットを打ってるプロっぽい人の取ったこともないからさ、こんなもんだと思って見てたけどさ、遅いんかな、ヤングさん。遅いと思うよ、その遅いのかな、あの本当にあのスロットの猛者の人たちから比べたら、はい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 、年取れば取るほどね、うん、あれどれやったっけってなるしこれ本当の話。ああ、さあ恒例の儀式2万名を投入したいと思います、はいはい、何も起こってません。1万円入れたところで、ただ305回回っただけ。まだ大崎さんも何にもないって。うん、取れ高ゼロですね、2人で、うん、メディア消したろうかなと。取れ高山ゼロの助ですね、嫌な名前だね、取れ高山ゼロの助、うん、もう存在する意味がない帰れよってゼロの助やだな、うん、取れ高山ゼロの助です今んとこはですよ。まあ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 。あ、ありがとうございます。あすあす。さあ、お客様にお声かけてありがたい限りですが、なんかちょっと違うなと。カド番だからってなんか適当に台を選びすぎたので、はい、若干反省をして大移動したいと思います。海はやれそうかな。でもやっぱ皆さんバレる台がいいでしょ。ワイもバレる方がいいんで。わかった、ぐっと話を変えていこう。お、決めました、はい、かぐや様よりも、はい、あれっすあれっす、一騎当選だおら、お、なるほど、当選だおら、あれだあれだ、一騎当選しました、はい、はい、さあこちらもカスタマイズをしていきたい。ふふふう、これですね、はい、これが厚バレが第一の先張りです、はい、これね、2段階ラッシュになっててね、3回あたりは自動的に最上位上がるやつなんで、はい、第一のこのデバイス、これ何、なんとかリングっていうのはラッキーリングだっけ、このデバイスとバレの音は非常に良きです。青か、青なのか、青っぽいぞ、好きやな25幕なあ、あれ、あ、教頭ちょっとチャンスアップだ、青やぞ、よえー、 C だと嬉しいな、ここついちゃえ、ダメでした。さあやろう、頑張りますよ、達者、近い仕掛けのやつ、連続よ連続、連続か、ラストこれ、レイアクどうだったっけ、レイアク一発で行く可能性あった気がする、そうだよね、ダメか、お、え、これはレイアク引いたんじゃないですか、なあ、違った違った、おい、めっちゃ打っとる人にはおいって言われるやつ、うん、そう、いいのいいの、だって俺ら打ってないんだもん、おい、やばいやばいやばい、おい、次引けばいいんだよ、もちろんですよ、最後は今まで引いてないからな、うん、引いたんじゃね、買いもかよ、おいおい、ガタレが、あーしんど、あーしんど、あこれしんどいな、これこ
これなんですよ。むちゃくちゃしんどいなこれな。これなんですよ。あそこで通せないと。あ、まあそうだよ。一発目が一回も子役引けれんかったぞ。さあ2万円使ってしまったが、はい、どうするか。いや、どうしたらいいんだお前。マジでよ。どうしたらいいんだ。どうすんだよ。一体言っとくが、なんかエヴァ状況いいんじゃないですかとお客さん言われたんですけど、エヴァ打たない。エヴァ打たない。打たねえよ。打つかんな。あんなんや、ごめんごめん。すみません、怒られる怒られる。いろんな意味で怒られる。ダメだね。エヴァは優しそうだったよ、本当に。しかし打たない。エヴァは打たない。さあ、趣を変えていこう。ちょっとここのね、ボックスがあかんのかもしれん。あ、違うとこ行きますか。そう、これがあかんのかもしれん。これは運命だな。ここにブラックがあるのは運命でしょう。角番で空いてるのは。ちょっとがぜん状況変えます。はい。さあ、ちょっとね、あ、知ってます。あ、1だって1だって、大崎さん。こんな俺も気づかなかったです。こんな死んだ1パチ。え、これ玉持って移動したら怒られるからな、マジで。ちょ、この分は打ちますわ、しゃあないから。この段階で気づけっつんだよ。ここバーン書いてあるのはね。確かに極めて不注意にやってますからね。いや、僕も気づけなかったのがダメですね、うん、この前もとあるって、はい、お金入れて打ち始めて、あれ前のやつだったってなったんで。インデックスどっちも青くて分かんねえ。じゃなくて、ね、そう、前のやつだ、はい、あれなんか違うなって思いながら、はい、でも完全にとあるって前のやつが残ってると思ってねえからさ。あっ、あれ、えいろんな、いろんな意味でこれ当たったら当たったり、いろいろ問題あるんじゃねえかこれ。4円で負けて1円で出す。これがね、お店さんを忖度した終わった。おいおい、のこのこ、いろいろ裏切ってきますね。素晴らしい。やっぱね、取れ高1個だけ稼いでくれたっていうことで、はいはい、そうです、よしでしょう、はい。すごい外れるし、まさかの当たると思ったの、流れてきて、なんで外れてんのってなる。一押し、あ、こっちなんだよ。これほら見て、これっすよ。あっちだ、これだよ。あ、これ行ってみよう。ここです。こう上のね、うん、おすすめコーナーをちゃんと打たなきゃいけないってことです。しょうがないですよ。あ、なんだ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 今の。突発的なことが起こった。あのさ、空気読んでいこうよ。今絶好のタイミングだったよな。そうですね、当たるやつだと思ってました。当たるやつでしょ、しかも読んだし。当たるやつでしょ今の。なん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 、なんかやってんすか。いや、2回当たってやつ、あっちの1パスと外したね。そうですね、なんかあるなこりゃ。やってますね。やってますねこりゃ。さあ、マイメイ先生です。なあ、もう言うとる場合かっていうな。早くない。うん、本日のゲスト、今日はゲストがどんどん来るよ。またマイメイ一族の人たちがね。なんかやたら行きそうな感じあるな。いいとこに行ってんじゃないですか。なんかね、そのマリオネット演舞広角みたいなとこ、ね、なんかそれっぽいよね、うん、やたら受けてるもん、ね、あ、どうですか。よし。いや、でもやっぱ進み早いね。いい感じに行ってる、うん、もう300だ。はい、客欲しい、客欲しいです。50か、もう一回ある。おー、
レア役聞いたんじゃない。なんだこれ、なあやっぱり、ね、すごいアルル感が揃った。はい、でかい、やったぜ。いいねいいね。25は以外や以外。はい、緑、これ赤まで行くんじゃない？当たりそうだな。ね、当たりそうです、これちょうど。ほら、いった、完全にいった、うん、これがあって、うん、やっと違うの。第1幕ですから、開幕ベルだから開幕するんですよ。ここはつくんじゃないですか。 C だったら嬉しい。さっきが B だったとしてね。気持ちいい。ついちゃう。あー、つかない。まあ2回目。いや、もう引けてたんだから。そう、引けてたんだから、あんま考えずいけるんじゃないですか。やこれだよ、面白い。こうなるだろ、この人。なんでや、お前あんだけレア役引いてたんだ。俺はそうだよ、俺これ失敗したことないもんな。それがおかしいんだよいいですよ、リプレイでいいよ。分かっとるわ。あれ、何も喋んない。やあ、もうあと6ゲーム、一個一個大事にいきたい。レイアクでんやで。うまいよ、3回も勝負できてるよ。すぐだ、ほらほらほら。弱いな、今言ったと思ったのに。俺、はい、頑張ろう。ここ大事なんやって大事だよ。うん、もう、うわ、うまいけど遅いんだ。1ゲーム全部移行機、一番イラつくやつ。はい、一緒だったよ、タイミングが。うん、おい分かっとるわ。最終ゲーム引けばいいんだよ。これです、これ。おい！もう言葉が、これが面白いんだよ、やっぱ。おい！ 2 ゲーム連続ちょ、ここ2ゲーム連続。おい、レイヤーな、天才かよ。なんでこうなんのや、もう。おい、お4、終わった途端4ゲーム連続。ひどいな。公約含むな。タバコ吸いに行く。そうだね、3万吸ったお前言わんでええのや、シューとかな、その外れた音をさもうイヤモニでこっちに送ってくんなよ、お前。いらない、いらない。あ、そう。なんかさ、あとさ、これちょっとあんま使う使わんの話別としてさ、うん、伊藤がさ、うん、カメラマンになろうとしてんだよね。あれ本当なの？多分割とガチやと思うで。それ素で話してる今。まあ、どういうこと？この間会議で話したの覚えてないの？あ、言ったんだっけ俺嘘でしょなあ、これもう会議で言った俺それ。言ったし、やろうってなったの。あ、そうか。じゃあもう一応ね、多分今月末また来週かな、うん、伊藤に会うから会うの、うん、
いや、ちょちょちょ、怖い怖い怖い。何が？全部同じこと話したって。いやいや、そうやって思っとることやからな。怖い怖い怖い。なんで言ったの忘れとるだけやろうが。怖い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 。あの会議なんだったの。いや、皆さんがご理解いただけとるならそれでいいんですよ。すごい、うん、どうしました？そんなつもりはなかったんですけど。おぼろ、この人全く同じ話してる。言ったんやな。言ってたよ、うん、お腹空いてきた。まあまあ空いてきたよ。じゃあ行く。いいよ、行ってもいいよ。大崎さん聞いてきて。おごもり、おごもり家元についてないのか。岸本に LINE する。あ、食事の札お願いします。あまりにも、うん、ちょっと実践が。どれが悪いんだ、来てみろよ。誰が悪いんだ。だから、うん、ちょっと中島なんかやるね予定なかったんですけど、ちょっとこれはやらんといけん、やらんといけんなっていう感じだね。なるほど。漠然と業界悪いですか？あのさ、もうじゃもう結論から言うわ。なあ、パチンコなんかやっちまった俺たちが悪いんだよな。なあ、やっちまった。うまく丸めますね、さすが。惚れたもんの負けやで、こんな。いや、気がかり上。キッチマイここ。あ、ごめんなさい、ダメだ。なんでお前、俺がええこと言ったら、なんでそこキッチマイとかねえだろう。なあ、言うとくぞ、お前に編集権なんかねえから。1ミクロンも。いい話にしようとしてるじゃないですか。そういう話じゃない。こうやってなんか。ちょ、おごもりさんの顔見てやってくださいよな。大崎さん言いたいことは分かっけど、なあ、おごもりさんの顔っつものもあるんですよね。あれを、ぶっさくな顔ですよ、あれ、なあ、ね、立ててやってはくれまいか、大崎さん、ここは。いくらやられてんすか？え、まあ、4万くらい、4万、わかんない、4万円目入れたって。わからんしなるよね。うん、まあ4万ぐらい入ってます。はい。俺が5万ちょうどです。今2人で9万、ね。今日の我々の来店費用の半分以上はもう持ってかれてますよ、なあ。実質タダでやれてお買い得みたいな。うん、そうそうそう。これを商材入れようぜ、案内に。じゃあ、逆の店が勝手にそうやるのはいいけどさ、お買い得、我々負けますからみたいな。いただいたかお金は必ずあらりとして献上しますからみたいな。ちゃうわ、もう。お前もいらんこと言うな、お前。そうだよ。めんどくせえんだから、こいつ。お前、だから間違って一パチとか言ってさ、魚群とか出しとんのやろな。おじいちゃんにも程があるやろ、お前もな。びっくりした。ボタン押したら、ジャバ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 、あれみたいな。ジャバジャバ来たら気づいたんですよ。200円ずつ出てくるんで。あ、お前では分からんか、125玉と200玉の違いが。違う、通路の奥まで玉詰まっとるや、200玉出たら。一発で気づけや。そうだったんですが、なんかね、おすすめをほら書いてあるんじゃないですか。うん、海のミドルの大海5、ね、エヴァの15、うん、で、場所だったらジャグラーと書いてあるんで、うん、そういうのを見ずにわーってやったらおすすめコーナーにちゃんとやっと行ったんですよ、お金長使ったと。え、周りそうです。で海でもやらせてください、今日は先バレを何とかしたけど。あと方向もいけそうやね、多分。そうなんですよ、それは他のお客さんが言われて。方向はかなりグッドルッキングガイですよ。まあ俺はもう何かしらのことになるまでは打ち続けますよ。しかないですよね。今日金いくら持ってる？え、ワイも7万しか持ってない。じゃあダメだ、大崎さん前乗り前乗りだからダメやな。あれ、 ATM あるやろ。あると思うよ。実は合わせて10万いける。7もあるでしょ。セブン遠いもん。あれはなんとかなる。小森さんの伝令が走るでしょ。出る気がしてきた、急に。あ、いいことや。いいことや。いいことや。いいことだ。謎連チャンあるから、オウミブラック。そうだ。あ、じゃあオウミ5はね。行きましょう。はいはい。まあ、ということで、じゃあね、変わりました。大崎さん、オウミ。僕はカラクリ。続行。はい、行ってまいります。よし、行きますか。はい。さあ、ということで、6枚目からスタートでございます。あと2枚あった。7枚持ってきてました、はい、800のゾーンの動き的なものはなかったんだ。うん、でもこれさ、よくわかんないよね。わかんない。結局塩分いっちゃうとさ、すっ飛んじゃうしさ、うんうん、わかんないです。ああ、こっから来始めて、なんか踏んでから出たりさ、ああ手前から始まったりさ、あんまりよくわからない。確かに。当たらんみたいです。うん、あれ？あ、当たるんだ。ひょんひょん来たね。ね、うん、やっぱ長かったから当たりました。まあ、ちょっと変だったもんね。はい。5万3000ポン。よし。3回目。おーい、あ、これ入んじゃない？いけるんだっけ？わかんない。どうだったっけ？1ゲーム目。ちょっと行ってみて。行くよ。行くよね、確か。うん。やった。あ、違う。あ、ただの公約扱い？え、そうなの？
ピンチェ。わかるよ。ああこんにちは。んだよ、外れてもスタンスメントにならんのか。どうだろう。あ、やった、あ、よかったよかったよかった、素晴らしい、やっと当たりました。5万3000目。あ、やっと引いた。よかったです。長かった、長かったです。こっからやで、レア役。ほんとよ、あっという間だからね。150枚、とにかくレア役当てんことには。やっぱあの特化ゾーン引かないと ね。いやだからもうとにかくレア役やねん。まずバチェバみたいののあれな、ひし形になるやつ。ああ、まあ、あとはこのバトル広角みたいな50ゲームごとのやつだよね。はいはいはい、やった、光った、下パネ光ったぞ今。全部引かんだっけ、引け、青いけどな。あーダメか。50来たぞ。こっから引くのは、お、キャラ変わった、出てこい。あー戻った、ダメか、ダメだ、戻っちゃった。なんか引いた、外れろ。よし、よーし、とりあえずこっからや、頼むぞ。バトルは行って、よし、あーこいつか、おい、ハーレクイーンか。勝ちたい、まあ強えかんな。あーあー、で、あやくダメだ、終わっちゃった。勝てるわけねえな、こんなの。あ、これダメなんだっけ。よし、なんか引いてるよ。ちょ、1ゲーム遅えんだろう、これ。乗れ、乗ったらでかいんだよね、スイカは。これはな、おお、あ、あ、あ、乗らない。あ、裏があった、やった。じゃあでかいんじゃない。あ、発展か、あ、バトルだこれ。おお、ブリゲッラーが来たぞ。めちゃくちゃすごいとこで。頼む、いや勝ってよ、まずは。あ、向こうが、あっち先生2連発はないんじゃない？これ勝つんじゃない？そんなことない？ 3 回連続向こうやぞ。ねえ、そんなことないよね。間に合った、間に合った。いや、まだだよ、 50% だから。ここ、あ、そうか、忘れてた、ここ 50% だから。50% でした。こっからつながって、逆転ないんだっけ、これ。あるけど、ない、もうないね。
いだのに95ゲームまで行ったのに。あ、ちょっと待って、これなんかあるぞ、資産終了画面な。これいいんじゃない？俺もそんな気がする。俺もそんな気がするんだけど。あ、でも偶数かつ高設定した。なるほど。これあのスポットライトが当たればこっちのもんですから。ほら潜るぞ。いいんだよ。白金さんが透けたらめっちゃ熱いんじゃない。ああそういうことか。あーおい250枚5000円分だ。ほらさあやっちゃうぞ。高設定さんも出たことだし本当に当たってくれよ。頼むよ。そろそろそして当たっていいからもう。まあ言うて確率の場合はまだ回してないわけだからな。これぐらい回しててそうね、多分大谷引けてる期待値って 70% とかそれぐらいのものなので、まあまあそういうこともあるだろうなと思うしかない。もうハマり避けられないからね。絶対避けられないんだよ。そうですね、何がどうあっても。そう、それをね避けれるみたいなことを言ってやってるやつなんたら先生いやいや一応まあ信者ですけど、ワイはね、ちょっと最近はねちょっと一理あるみたい。おおおっしゃいこれでしょう先生パワー。これおスイッチの類ですよ。休憩時間かかるから。そうでしょ。おいえ3の0と思う。なんかやってんじゃないですか。やってます、やってます。まあ確かに今のもう魚群だけだったからな。ほんとさっきと同じようなね。ああいうの嫌だから、まあ、魚群 100% っていう あれもあるわけでね、カスタムの。なるほど。2人のリアクションが魚群出たとき先バレと一緒のリアクションしよう。音のない先バレみたいなもんだもんね。でも実際そうだよね、はい、音のない先バレと一緒もんな、はい、狙い方がすごいな。すごいね、個性的なんだ。ああでも青でも当たるとき当たんのやな、やっぱな。まあそうね、まあ、チャンスアップあるかないかやろ。行けおい、行け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 おら。もう一回おれ。ダメだ。25 25。参戦した。 あるよ。来た、友達来た。友達ちゃうやろ。頼むぞ。当たってよ。よしよしよし。ほらやっぱまたこれやった。設定はいいのかもな。連続天国。やった。うまいうまい。あ、俺いい気する。なんかすごいスルーっといったもん。なあ今当たれやな。おい、いかんしろお前。うまいね。よし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 。これ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 。入れました入れました。ほら追加2000円。オッケー。よしよしよし。あのおじさんに追いつけ追い越せで頑張ります。早めのレアク強チェ。お前なんか吹いたろ。今ふーんって言って。お前わざとじゃない。なんでお前の鼻息がさ、こっからここまで俺の毛根が感じるぐらいさ、なあ
なんですんのそういうことな。お前いい加減しろよお前。違う、絶対やった。違う、おい否定の仕方が弱いもん絶対。弱いってなんだよ。否定の仕方が弱えっつってんだよ。ねえねえ、うん、お前今大事なとこやぞお前。俺、おい俺の毛根まで来た。のパヤパヤってなったよ。あーって、違う違う違う、本当に違う。いや、そういうことばっかやってっか言われるんやぞお前。狼少年ですよね。いや、ここは伸ばしたい。強いレア役なんかまずいな。すごくまずいよ。タバコでも吸う。あ、なんかそうしましょう。なんか、なんかよ、構成って一切出てますから。まあそうね、悪かないだろうな。であと割り勘の時も本当にあの長身の時バリバリ使って割り勘っていう人もいるからさ、いやきついっていうのはちょいちょいあるんで。出してくれるんじゃないですか。そうなんです。もう完全じゃあ半分ね、半分ですねみたいな。いやめちゃくちゃやってるじゃないですかこの感情みたいな。開ける時は楽しいね、ポン、うわー先生2211わーその時は楽しいんですけど、でお感情でとか、そういうのの繰り返し。学習能力ゼロ。パチンコ打ってるやつと同じ。負けた、なんだの、たっけなんだ、どんな仕事やってるんですかね。全部同じです、パチンコ打ってるやつ。でもその一瞬にかけてやっぱりね、その無理やりな輝きの光を浴びて元気を出そうとしますから、はいはい、よくないね。まあでも結果的にやっぱ酒だな、一番金がなくなるものは。まあそうですね、うん、酒っす。タムさんにまだ30万返してねえし。返せねえよ。儲かりたいですね。儲かりてえよ。儲かるかなっていう。あ、なんだなんだなんだ、ちょっといらんこと言いかけた。今くるくるって言ったから関係なかった。ガッシャーしまって、何がどうなんのこれ。バリンドーン、あーこれ魚群だよね。ですね。あっしゃー。ヤング効果出た、これ出ちゃったかな。おー、やったー、よかったー、ありがとう。これで通常図柄だと、あ、海でよかったってなるわけじゃん。1500は出ますね。そう、プラスリターン付きなんだから。お、なんだ、あ、ラッキーじゃんけん勝ちたい。いいね、かわいいね、尻尾のところが。え、何がいい、どっち、どこ、どこだ、ほら言ってみろ。え、割とガチだぞこれ。どれですかね。やっぱマリンちゃんにはこういう、やっぱりあーチョキで。あれ、あー、やった、おっしゃい。よっしゃい。おお、こっからじゃないですか。こっからっすね。こっから来たよこれ。今相当しいくらでしょ。2000円使ってるからいくらこれ。6万円目ですよね。5万2000円。ワンチャンじゃん。全然ワンチャン、ワンチャン。いい店だな。やった、これ3000ボーナスですから実質。そうだよ、はい、確かにそうだよ。でこっからね、あの 80% 継続だと、うわ続けってなるんだけども、まあ、海の場合、はい、もう一回保証、まあ、終わってもまあ最悪しゃあないわってなる、ね、これが大きいのよ、うん、大きいです大きいです。うまくいかなかった時にまあって許せるから、はい、海の場合は。そうそう、大海これ速止まりになってどうなのっていう意見もありましたね。これこれこの止まり方、はい、まあでもまあそんなに慣れちゃえば違和感ないんで。やめて、あ、よし、ダブルだったらいい、うん、まあダブルだったらギリ、8になりかかったから、ね、魚群出たら優勝だ。あ、おー、よいしょ、うまい。4500ボーナスに昇格ですよ、これですごい。よっしゃい、きたきた。海のポテンシャルなめんな。やっちゃいましょう、チャンショップ。ワンちゃん確率ヘンドリックスだって。ええ、ビッグパール。ああ、ヤングの、まあ、あのマリンちゃんに着させてやりましたから。お前いらんことしたお前。なんとかならんかなってやってんすよこっちはな、大崎さん。
ほんとすいません、ほんといらんこと差し込むのやめよう。ほんとこれ良くないよね、良くない良くない、ほんと良くない、ほんとですよ、良くないです良くないです、分かってる、嬉しいから頑張っていこう。これはまあしょうがないだろう、経験言わなくていい。うわー、まあ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 、よしとしとこう。4500発あれです、あ、来た、来ました、ミスマリン、いいですね。あら、宮本リオちゃん、桃井かおちゃん、そしてワイの一押しはみこしばちゃんです。さあ、ここから気合の引き戻しが炸裂だ、はい、多分ですけど大宮は割と魚群とか出やすい気がする。まあ外れ魚群よ、言っときますけど、はい、演出としてのサービス盛り上げポイントは分かってる気がする、はい、よし終わった、はい、いや結果的にはまあまあ、これに入れた分はなんとなく戻ってきた感じになってるのかもしれない。4000個、ちょっとねエヴァの様子を見に行きたいと思う、はい、あ、開いてるじゃん、売っちゃおうかな、え、絶対的に朝からくれなんか意地も打たねえみたいなこと言ってましたけど、え、打てよっていう話ですね普通にやれよっていう、これが一番出そうだな。ワイ君ここでいいですか。はい、わかりました。これだ、データ読み、最近タイマー選手の本で勉強してるからな、これだ。あ？あ、じゃあまあバトルだ。なん、あ、ジャッジだ、すっ飛ばしだ。行くぞ。バトルなし。おお。パネル消え、あ、これは消えんのか、ここは分からん、いや、ここは消えると思う、確か、いや、これは勝ったでしょう、よし、100枚以上とりあえず、とりあえず休憩良かった、ああ、休憩良かった、助かったぜ、これからや、これからぶちゅ、何枚だろう、50枚でも多いと嬉しいけど、150とかチャンス目、おお、これはやったぜ、この野郎おっぱじまったか、おっぱじまったか、この野郎、大チャンス、本当俺ら知らないじゃないですか、なんかコメントとかで書いてほしいよね、いや、あそこの引きめっちゃ重要ですとか教えてほしい、あ、そうな僕結構コメントはちゃんと全部読んでるから、しょうがないから、知らないもん、そうね、知らんもんはしょうがないよ、しょうがない、まあまあ、だってこれで携帯で調べながらやったってさ、いやでもチャンスよ、ヤングさん頑張らんと、これは頑張らんと、よしよし、乗っちゃえ、乗らないか、追加やからな、なんか、あ、でもバトル行きそうだね、ね、モードアップしてたからな、うん、おお、やった、乗った、よし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 、バトルか、これは行くやろ、よし、何が出る、ハーレクインやめろ、打ち打ち打ち、いいよいいよいいよ、カプタン来ました、カプタン、カプタンはいいよ、カプタン、女の次にいいんじゃなかった、 3.5、 うん、買っていきたい、お、あ、また敵型、これは熱いだろ、ピョリン来たよ、これ熱いだろ、よし、やったぜ、劇場ジャック通して、やっぱここは下パネ消えるね、うん、頼む、大事、おい、やったー、ありがてー、もう一回、来た、うん、まだ結構枚数残ってるし、ね、残ってるぞ、あるぞ、300戻せるでしょ、これで、まあ、100はいくから、
100以上だから。よしよしよし、100だな。これはビッグチャンスだよ。いきます。劇場ジャッジの復活嬉しいよ。あれな、あれ嬉しいよ。俺初めてや。100。よし、引くぞ。レイク来るか。あー、ダメか。もう終わった。あー、もう変わった。あー、ハレクイーンだけど勝て。間違えて、レイク引くかも分からん。こいつが一番腹立つからな。敵。よし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 、勝った。あと2分1やろ。チャンス目。よし。ええ、負けるんや。やられとるやないかよ。負けるんだ。だけどまたバトルはありそうじゃない。 あ、来た。あ、女の子は激アツですよ。絶対に勝つ。ディアマンティーナが来ました。さっきのチャンス目でね、降格中だったから。よし、なるほどなるほど、そういうことか。うん、ハーレは負けたけどこいつには勝つ。もう一丁。あー、絶対負けないで。よし。いや、めっちゃ大事。だってこれ抽選どこや。これめっちゃ大事。あ、勝った。さあ、いった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 。俺来た。念願です。で、もう 50% でしょ、うん、ここ。来ました。3勝しました。よいしょ。400枚取ってからが。そうか、そういうことか。そう。これ終わらせんかったらいいやろ。まずはね。いやー、素晴らしいわ。終わった？勝てるの？ああ、あー、終わりました。これって関係ないよね。敵幹部は基本奇数かつ高設定か。ダメだった気がする。あー、普通赤文字とかあんだよ、ここ。もう始まってたのね。ダメな気がする。いや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 、ドゥンってなるんだよね。きたきた、これですよ。頼む。あー、何にもチャンスアップはない。もう終わり？もう終わり？なあ。うわ。あんなに頑張ったの。あんなに頑張ったのに。あ、でかい。またしても天国。あ、いい、ね、じゃあ今までなかったかも。貴様は、うわー、じゃあどうしよう。じゃあ天なや貴様とか。あー、また押すの忘れた。あー、やった。まあいいけど、どうせまた天国ですよ。あ、さあ、早い早い。設定 A やな。まあ、まあ、そういうことなんですよ。だってでも知り上がり良くなってるな。勝てないよこれじゃな。何回スルーしてんだっけ今。5回ぐらいで、4回かな。じゃあ次当たんじゃん。
あ、そうですか。そういうのなかったっけ。分からん。危な。ちょっと待ってね、確かそんな天井あった気する。天国265、天国、天国だよね。天国4回スルーしてるよね、うん、5回目当たんじゃなかったっけ。機械仕掛けの神に5回目で4連続で失敗。今そうですよ。次当たるわ。あ、やったぜ。あ、56,000。毎日ね、本当に5万以上金使うんだよ。でほとんど帰ってこないっていうマジでひどいんだ。あと200枚。これ赤いくやつ、次で赤いく。はい、ドンドンドン、シゴーン。まあだからあれまで行っちゃうんじゃない。レインボーもある。レインボーまで行っちゃうんじゃない。あ、行った、レインボー行った。よし、あ、こっちや。カメラこっちです。グッです。頼むよ。これチャンス目やん。ちょっとちょっと待って。ああ継続こんなの出たことねえよ。そういうことね。あ、まあ足りたあ、足りた。よし、着きました。天井から。行ってきます。あ、来たぞ。いきなりもうバトル降格だ。いける。弱い。カピタン、カピタン来た。絶対勝ちたい。わかりました。カピタンです。もう勝った。ありがとうございます。通して、チャカ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 いっちゃいましょう。ここなんか引いた方がいいのかな。どうでしょう。この2ゲームベール、頼む。まずはよし。よっしゃよっしゃよっしゃ、幸先いいぞ。まずは100枚は乗るからね。チューしちゃうよ。レア役、あ、300乗ったよこの前は。そうだよ、チューします。皆さん見てください、同点の人よく見てください。ブチュー、ショータイム。これでかない？いつもなの？いつもこうです。100枚。普通。よーし、5000返ってきました。ただこんなところで終わるヤングさんではございません。あの鈍いソースのはうまいよね。うん、確かに。あれが通らん日、通らんで。いや、そうなのよ。今日劇場じゃっちゃうまい。1回ぐらいバチバのやつ止まってもいいと思うけどね。いや、本当に。あ、強そう。いいぞ。今日だろこれは。よし、乗るは乗る。乗った。130。まあ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 。しかも降格中だよね。そう、あ、まだ。あ、そう、降格中。そう、モードアップしてるよね。そうですそうです。あ、行った。あ、行った行った行った風。てかなんか熱そうだよね。あ、ナイス。女来ました、弱いやつ。勝てるのは勝てそう。うん、大丈夫だ。大丈夫やろ。これ大事、さっきカットに入ってたし、うん、よし、ここ通したらまだまだあるよ、ワンチャンなあ。
かやっぱ引いた方がいいっぽいよ、ね、なあ。あーダメか。頼ます。よっしゃー、よっしゃよっしゃ、大手、うん、もう再び大手あと100枚は乗る。いやこれ、いやあるよ、まだあるよ。いや、だぜ。こっちです。カメラはこっちです。お前見ちゃった。なんで俺なんだよ。いつもこっちだと思うんだよ。やったね。300。しかもこれ出た。外れたチャンス目。でかいんじゃないこれ。300でお願いします。バカな。バカな。ただバトルが来るとか。ね。なんか恩恵くださいよ。あのチャンス目無駄引きなあ。あ、まあ後乗せかもしんないけどね。だから書き換え、あ違うか、うん、最後194枚取り、あそういうことか、うん、潜ったかもしんない。あ最中だったからね、うん、うわラスト終わった。多分ここで、あないんだ、潜ってないね、なかったです。幕張プロ、あんなんもう、あんな俺一生分やっちゃってっかんな、 な前のあんなのだ。もう一回、もうあん時もスポットライト当たったら必ず、おっ、あ11万役で、あチャンス目、あすげえ、まだチャンスはあるぞ、あるある、まだやったかな鬼野郎。あこれゼロからだっけ。そういや150からだよ。じゃあ2個残ってるよ。残ってるよね、もちろん残ってるよね。さあ頼む、ちょっとここでこっそり様子を見ようと思って、プレッシャーかけると怒りそうだから、いらんこすと本当に怒りそうだから。大崎さんが見守ってる。めっちゃ嫌や。おっいやこれ演出弱いやつやったもんな。まあ乗るかな、当時。おお、俺は勝つやつやで。いや粘ってるよ。おいお前じゃねえんだよ、ハーレクイーンじゃねえんだよ。煽るのかな。うん頼むから。まあ出てが来るわ。えモードアップ、嘘でしょ。あいけるいける、よっ一応チャンスはある。3個かな星。ブリゲッジャー先生が来ました。ブリゲラブリゲラブリゲラ、ワンチャンあります。頼む、先生。あーリプレイ、もう一丁。あ逆か、変われ、五分。うわ負ける、あ勝った、勝ったよ、来て決まって、マジ大事。頼む、うわおい、ちくしょう、ちくしょう、あおれあおれあおれ、あファーレクイーンか、ダメだ、ダメか、うわ戦ったんですよ。
もうちょっと慎重になればよかったな。勢いのままな。いやなんだ。あ、緑ある。今日これがひどいな。あ、緑だった。はあ、プロ頼むよ。なんでや。 あるかも。あ、ダメだ。あ、ダメか。なんか押して、プッシュボタンとか、うん、なんこれ、モンスターハウスか。これなんだっけ。次回は2回目、3回目、天国の子。100だけ見る。さすがに無理か。うん、OK。 はい、実践終了でございます。赤城の山々から寒い冷たい風が。惜しかったですね、最後ね。幕開通してね。最後ね、ブリゲラ出てね、惜しかったですね。お前に見せられ、見られとったかと思うとさ。あ、今日ジリヒジリヒジリみたいな。あ、勝ってる勝ってる。やったのか、やれないのかって、最終的にやれないっていうな。やれなかったね。勝ったんすよ、3回目。これの繰り返して精神壊れてくらいな。病んでいくよね。だからもう彼は今手を引いてます。これ以上ってぶち壊れると思ったの。今日のあれもひどかったもんな。あれはあの2ゲーム連続引けないやつ、子役が。はい。でも今日角2が5000枚そうだよ、まだ打ってて7000枚の人もいたでしょ。そうそうそう、あれは一撃で。だから角2のやつは設定よくて積み上げてってる感じで、うん、まあ、うまくいったらまんまいくのか知らんけど。で、お父さんはな、一撃でバーンやって、ね、でもまあ、ワイはもうね、本当にね、途中で3枚何も当たらなかった時で、もう完全に開きだったんで。今日はない日やね。なので、割と楽しくやってましたよ。よかったです。本当に。まあまあ、帰りましょう、佐々木さん。はい、いろいろありましたが、ね、まあまあ、楽しくドラマティックな一日を過ごさせていただきまして、はい、まあ、今年の収支も含めてね、それね、長くご覧いただければと思っております。ご注目くださいということで、はい、今回この辺でお別れでございます。はい、高崎よりさようなら、ありがとうございました。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。